晴らしい絶景が始まりますよ。眠いわ。命のノート大阪から来ました。気温下がってる。温度の感知センサーおかしなってんのか。これからはね、青森の八戸や、はい、八戸市に向かいます。青森ってね、結構広いんやけど大都市が多いね。22万人規模の都市が3つあって、青森市、八戸市、あと広前市か。全然俺ね、青森行くために調べた町の名前ばっかりやからピンとこないんやけど、まあでもこれからはその中でも一番規模が大きいとされる太平洋側の海沿いにある八戸市へ行きたいと思います。行程がね、下道で2時間の17分113キロということなんで、はい、岩手山、盛岡まですぐ市街を抜けるとまた絶景が広がっております。これから100キロほど絶景の旅になるんで、素晴らしい絶景が始まりますよ。眠いな。いよいよここまで緊張感がなくなってきたか。俺は眠い。なんでもね、バイク乗ってる時の死亡原因の1位が居眠り運転らしい。俺もね、そのレベルにまで来たね。眠いわ。道が綺麗すぎてさ、やることないのよ。起きたらついてるみたいにならんかな。ちょっと次のコンビニで休憩やな、これは。北海道気が重いやられるわ、こんなん。でもさ、ここでさ、俺がさ、居眠り運転して死んだらさ、 GoPro の映像を警察に見られてさ、あ、こいつアホや、直前まで眠かったのに結局寝て死んだわって思われるわけやろ。それも尺やな。誰か GoPro の映像消してほしいな、俺が死んだら。そん時はでもせめてデカデカとニュースにしてほしいね。国全体で弔ってほしいよね。はい、とね、今国道4号をひた走っております。で、現在の時刻が14時25分ということで、で、青森県八戸市の残すところあと1時間37分となりました。長いね。ちょっとね、気温もうっすら寒いということで、昨日購入したユニクロのセーターを着ております。小つなぎ駅、降りんのかここで人。何時間に1本止まんのやろな、ここ。無人駅もいいとこやな、これ。すげえ、誰もいいね。はい、失礼します。こっちか。命のノート、大阪から来ました。おばあちゃん、また会いましょう。すごいな、これ。よしえさんのふるさとに来ました。私の心はいつもあなたと共にあります。いつもありがとう。一番最近の日付は6月2日。2009年5月9日以来10年ぶりの訪問です。結婚14年目。妻久美子とは今でも仲良しです。過去記入した部分を読み返しながら当時を思い出し涙が出ました。すごい、これ。うわ、マジで。一番古いのいつ ?1999 年8月12日。私今北海道へ帰る途中です。東京での生活に疲れ一度は死ぬことも考えました。しかし一つしかないこの命、これでいいのか自問自答し北海道でやり直すつもりです。ついふらりと立ち寄ったこの駅、北海道の駅を思わせる駅です。何かほっとしました。それとこの駅を守ってくださっている方、毎日ご苦労様です。冬は大変でしょうが頑張って守り続けてください。それではさようなら。1999年8月12日。20年前が生きてんのかなこの人は。まだ、せっかくだから俺もなんか書いとくか。6月2日、最後が7日前か。6月9日。おばちゃん頑張って。岩手銀河鉄道。行こう。
三直でアイスクリームを買いましたってノートに書いてあるけど、三直がもうねえわ。全部閉まっとるわ。時代の流れを感じるな。まあいろんな交通手段ができたことによってここを通る人が減ったんだやろ。高速道路も通ったし、新幹線も通ったし。本州のね、梅雨明けが7月の28日ということで、で俺6月12日に北海道入るでしょ。本州梅雨明けまで待ってたとしたら1月と20日ぐらい梅雨明けを待たないといけないっていうことになんねん。でもね、北海道そんなに密度濃くないからマジでやることないと思う。北海道の人になってしまうし、下手に北海道ずっと泊まってたら1日1万円ずつかかるでしょ。28日で28万円かかんのよ。違うわ、1月と20日やから50万円かかんのか。まあちょっとその辺はあのライダーズハウスとかでどうしのいでいくかっていうところが見どころになってくるけど、大層ノープランやな。全然考えてない。しかも7月28日からさ本州に戻って、でそっからなんやその鹿児島の方までずっと一周するってなったらさ、1ヶ月半で足りんのかっていう話にもなってくるやん。やっぱり雨が上がる前に一旦本州には戻らないと足らんようになってまうな。さあずっ、なっげー、八戸遠い、寒い、ほー、この辺まで来ると先が尖った木が増えてきたな。奈良県とか東京都では見ないようなタイプの木が増えてきた感あるね。緯度上がってる、確実に気温下がってる、寒い、なっけー。はい、絶景に次ぐ絶景を抜けまして、いよいよ八戸市街に到着をいたしつつあります。長かったぞ、2時間の行程は。残り9分 3.7 キロで八戸市街の中心駅となる本八戸駅前のアパホテル、みんな大好きアパホテルに到着をいたします。ついに青森まで来てしまったね。信じられん。青森やって、俺人生初の青森や。リンゴ振ってんちゃうんか。おい、八戸市街でございます。いいですね、八戍市街。人口22万人、周りの細かい市区町村も合わせると30万人規模になるらしい。立派な大都市やね。ということなんで、30万人規模ということはドンキホーテがあります。これ間違いない、ドンキホーテがあるでしょう、おそらく。そしてイオンモールもあるでしょう。東北の人はね、本当にみんな運転がね優しい、おっとりしてるんやろうね。特に何を急ぐわけでもなく、ちょこちょこ歩行者を見かけるようになってきて安心感があるね。ただね、俺もう寒くて寒くてずっと震えてんねんけど、さっきから半袖半ズボンのやつがいっぱいいるんやけど、どうした？青森のやつらは温度の感知センサーおかしなってんのか。むっちゃ寒いぞ。はい、アパホテル到着。どこかな、広いな。アパ本八戸は屋根付きの駐車場がついております。